岸田総理大臣は群馬県伊勢崎市にある認知症対応型の介護施設を訪問し、認知症の当事者らも参加する新たな会議を立ち上げると表明しました。来月には認知症の方ご本人ですとかご家族ですとか、さらには有識者の方々に参加していただきまして、会議をスタートさせたいと。6月に認知症基本法が成立したことを受け、政府は対応強化策に取り組むとしていて、新たな会議に認知症の当事者が参加し意見を出してもらうことなどで施策を充実したい考えです。岸田総理は認知症について日本の新たな国家プロジェクトと位置づけていて、多様性や包摂性を大切にできる社会を実現していきたいと強調しました。